8時15分、西道所駅です。駅舎が綺麗です。牛切山コースの案内がありました。読み方合ってるかな？線路を渡ります。トンネルを撮影。まだ住宅街の道です。晴れています。振り返っています。朝の景色です。ここに案内札ありました。竹林です。8時40分です。山道に入ります。悲惨ダムを作っています。だからここは迂回路です。植林帯です。川を渡って従来の道と合流ですね。トレーナーを脱ぎました。まだ息が少し白いです。川を渡ります。まだ黄色い落ち葉があります。倒木です。まだ水音がしています。石積みがあります。べちゃ道が続いています。縁起の滝というのがあるんですね。300メートルですか。道が右に大きくカーブしそうですね。石積みがあるということは昔から人が入ってるんですね。カーブせずに谷沿いまっすぐです。下草がない植林です。分岐です。案内を見ると登ってきて左が山頂なんですね。南東方向。振り返れば福知山が見えます。小倉の町の方です。海が見えてるのかな。もうそこですね。10時32分牛切山山頂です。薄いけど朝日が当たっています。山頂から眺める福知山です。端っこの岩の上から文字がこっちの方ですかね。そして東の方は海の方でしょうか。太陽の方向。東の麓の集落です。西の方の景色です。博多がこっちの方でしょうかね。柿がまだ残っています。国見岩展望所に行ってみます。山頂から近いです。この岩ですね。さあ落ちないようにしてこっから見ましょう。先ほどの麓の町もこっちからの方がよく見えます。太陽の方向。そしてなんか大きな工事をしていますね。山の頭がなくなった感じです。田園風景。街がもやに包まれています。南の方向。
採掘場でしょうかね。秘密基地みたいです。もやの中の町、気温が低いんでしょう。天気良かったら遠くの山が見えそうなんですが、西の方は展望悪いです。9時53分です。戻りましょう。本当は縦走する計画を立てていたんですがね。分岐ですが少し付近を散策します。縦走路を歩いてみます。西側の展望を見に行ってみましょうか。少し道が細いですね。道のとこだけ笹がないです。ここピークですね。先ほどの牛切山です。楽しそうな道が続いています。10時です。一斉に放送されてますね。福知山を眺めます。縦走路に戻ります。右に降りる道があるなら進むんですがね。地図にないからやめときます。10時8分です。下ります。静かです。3人くらい登っていきました。左右の道が気になるけど同じ道を下ります。学生さんが福知山まで行くと言って3人登っていきました。女性2人登っていきました。こんなとこまで、山頂まで 1000m の看板あったんですね。迂回路を渡ります。10時38分戻りました。車道です。冬の初めの景色です。11時です。西道所駅に戻りました。門松があります。駅の周辺の風景です。牛切山山頂見えてるのかな。